え、今度は砂漠ですか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで出発しましょうか。さあ今回は誰が行く。お、くるみん。よーし、頑張ろう。そしてお、プーさんまたあ、めぐちゃんよし、行こう。めぐちゃんとくるみんがまだ繋がってないのか。これはワープかな。お、新たなところにやってきた。え、でもこっちじゃないんや。どこ？え、どこ？目的地は。消えたよ、びっくりマーク。行くか。進んでいくのはいいんやけど。なんてこと、おならなんてしないよ。くるみん、おならとかしないから。スライメ。何スライメって。スライムもどきですか？何それ、ちょっと偽物みたいな感じの。スライメ。いいね。え、びっくりマークマジで消えたんやけど、どこなの？あれ、読み方スライメなんかな。目か。目やね。どう見ても目だね。スライメはちょっと強いの、スライムよりも。ジャイアンの口からホイっていう言葉が。お、弱かった。めっちゃ普通に弱かった。いや、でもあんな鉄球で殴られたらそりゃあね。そりゃあね。かけっこなら負けないぞ。しかしドベです。何ここ。さっきまで平原にいたはずなのに。いつの間にか森に来てる。さすが不思議の国。もはや何でもありなんだね。なんでそこで決めポーズした。ジャイアンって何が好きかな。ジャイアンはね、歌が好きなんだよ。お、旅の疲れて険悪なムード、大丈夫？気をつけてよ。そっちこそ。うーむー。まあまあ落ち着いて落ち着いて、二人とも。なんてこと、堪忍袋が爆発した。落ち着いてよ二人とも。ほら、まだ繋がってもなかったのに一気に険悪に。つら。ジャイアンって何が好きかな。また多分その辺に空き地とか見つかったらリサイタル始めると思うよ。食べ物の好みはちょっとよくわからんけど、多分肉とかが好きなんじゃないかなっていう勝手な見た目からの予想。え、でもどうなんやろうね。家八百屋さんやけんね。野菜好きなんかな。逆になんか小さい頃から食べさせられすぎて嫌いみたいな。あるかもしれない。優しいくるみん。うん。あ、やめて！いやー。あんな体本体が鼻のやつに目の前でくしゃみをされたら、鼻水ベトベトになりそう。つら。鼻人ってあれよね。花粉症とかどうなんやろ。鼻人花粉症やったらもうなんか体調不良も体調不良な気がするけど、全身鼻やもんね。つら。お、ハサミ打ち、いけ。いいね、なんか爆発したよ。なんかあいつ爆発したんだけど、筋肉痛になりそう。まあ、あんだけねフライパンを振り回しよったら筋肉痛にもなるよ。めぐちゃんレベルアップ、ダブルスラッシュを覚えた。切り裂く風を2回敵に打ちつける攻撃魔法。お、スラッシュ結構強力やけんね。それがダブルになるってなったら結構嬉しいかも。お、助けた人が1550人になったので、神の力の目覚め。 HP 振りかけ増量。 HP 振りかけのサイズが500から520になった。助けた人々の感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は1600人助けること。頼んだぞ。ほほほ。1600人か、頑張ろう。あっという間やと思うけどね、きっと。スライムみたいに大量に現れてくれるモンスターがおったら。お、二人は気遣うを覚えた。相手がダメージを受けたら慰める。大丈夫？
慰められてもね、まあなんか好き度は上がるけど、体力を回復していただきたいわ。はい、それじゃあ料理を。お任せで。お、3人ともいい感じ。メグちゃん、さっきも飛んでなかった。だいぶなんかあれやね、好きな食べ物が多いんかな。はい、ゲームコーナーでルーレットを。ゴールデン手袋をください。ゴールデン手袋誰？くるみ？かな、多分、きっと。あー、これは HP バナナだ。HP バナナだ。ふふー。はい、そして、まあ、まだお小遣いは微妙だな。2176、2000ゴール。お、あー買えんかった。微妙に買えんかった。つら。あー、ダメだな、全員ダメだったな。くそー。ってことで次の場所に行こう。ってことは次の回には、まあ、何かしら買えるかもしれない。誰今の。お、ミラさん行く。そして、ゆうかさん。さっき話したのも、ゆうかさんかな。お、キャンディーさん行こう。キャンディーさん、風からの復帰後、初かな。お、これはこっちに行ったらどこに出る？なんか砂漠に出たんだけど。え、今度は砂漠ですか？どんだけ移動しまくるんだ。ほんと不思議すぎるわ。行くか。ジャイアンでーす。どうした急に。自己紹介。暑い。さっきまで森にいたのに、今度は砂漠。さすが不思議の国。いくら不思議って言っても、ちょっと変化が大きすぎるよ。心の準備くらいさせてよね。まあね、不思議って言えば、何でもまかり通ってしまう。怖いわ。どうした、大丈夫？死にかけてない？ふぅ。暑さでフラフラだ。おお、熱中症になるよ。お、なになに？あれは？あの椅子で休もう。ああ、幻覚が。それはサボテンです。やあ！そうなりますよね。いたたた。お尻に針が刺さった。野生で生えとるサボテンが見てみたいな。砂漠行ったら本当にこんな感じであるんかな。なんかさ、お花屋さんとかに置いてあるちっこいちっこいサボテンしか実際見たことないけんさ、なんかちょっと面白そうじゃない。なんかビルダーズとかでもね、ゲームしよったらなんか砂漠にサボテンめっちゃ生えとるやけど、実際に見てみたい。どこに行ったらある？エジプトとか？なんか砂漠イコールエジプトなんやけど、日本、あ、そっか、日本は砂漠じゃない、さっき言った。砂漠。いけい。あれ、キャンディーさんとミラさん繋がってないの？マジで？意外にも。かっこいい、ミラさん。いけ。いつずらそう。いけたかと思ったけど、いけなかったか。ありがとう。激辛料理、好きそう、ジャイアン。まあ、勝てたからいいけどね。勝った。多少の犠牲はあったけれど。このボーナス経験値はちょっとアユナに。レベル上がらなかった。全然少なかった。もっと、行ってレベル上がるぐらいかなって思ったけど、全くやったね。お、裏をつく。から焼き。いやー、鼻が熱されるよー。なんかああいうのはずっと出てない。ずっと前に前に行き寄ることない。どんだけだよ。お、ガードが甘くなった。ああ、ああいうのちょっと体力が危ういよ。お、いけ、頑張れ。隙あり、蹴散らないでください。蹴散っったのに上回復料理。それは上なのか。食材は上やったんかな。ちょ、心がこもってないけど。お、あと1匹。ポジティブに行こう。
スススもうガードが口が開きっぱなしになったよ。超回復料理ありがたや。ほらやっぱり超回復料理使ったら満タンになるやん。ってことはちょっと足りんかったんやな。やっぱ気持ち分がちょっと足りんかったんやな。あー激辛。しかし激辛料理でとどめを刺すことが多いな。やったね。はい、ボーナス経験値。これ今度こそレベルアップ。やったね。しかし新たに何かが起きるわけではない。新しい技でも覚えるかなって思ったんやけどな。おお、ハプニング。どうした、誰。めぐちゃん。めぐちゃんが風邪気味。お大事にね。ちょっと気になる。二人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。さあそれじゃあ料理お任せで。ああダメだな。ダメだな。あゆなとゆうかさんがお亡くなりに。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。明かりの杖をください。明かりの杖誰。キャンディーさん。キャンディーさんかリミちゃん、どっちやろ。あ、全然関係ない HP バナナに行ったわ。くそ、欲しかった明かりの杖。はい、それじゃあお小遣い。お、武器買えるよ、リポーターマイク。前にルーレットで手に入らなかった。ちょっと待って、どういうことやねん。やめてよ、このお金のない時に。なんてことをしてくれてるんだい。さあそれじゃあちょっとゆでだこアーマーを。いいね、タコやタコ。でもゆでだこやけんな。もうちょっとこの赤みが赤いんかな。ちょっとあ、なんか増した感じの。はい、それじゃあ出発しましょう。さあメンバーを選んでいない。メンバーが選べていない。まあ、とりあえず行きますか。宝箱。でもこの宝箱はどうかな。チケットかお金が欲しい。まあ、の装備品ではないなっていう感じがするけん、大きさ的に。どっちに行っても宝箱はあるんかな。シルバーグリフ。頑張れ、から焼き。熱い一撃。しかしそんなに効いていない。消滅、召されたよ召されたよ。やっぱパニッシュメント最高やねん。ゆうかちゃん避けて。ほう。いつも助けてもらってばっかりやけんね、ゆうかさん。よし、いけたいけた、いいぞいいぞ。ゆうかいいね。カメラマンさんみたいなんだ。超回復料理ありがとう。ごちそうさま。めっちゃ笑顔でかまいたち。怖いんやけど、ちょっと。勝てたね。当然ボーナス経験値多いね。ってことでこれは、はい、キャンディーさんにレベルアップ行ってみよう。どこへ行ってみようとか言われてもね。はい、中身はゲーム券や。しかも1枚か、ちょっと少ないな。ちょっと少ないな。まあないよりあった方がいいんやけどさ。はい、上へ上へ行きます。ジャイアン心強い。
ジャイアンが作る料理。あ、でも意外と料理とかできそうな感じ。なんかそういう意外性ありそうな感じするよね。かまいたち。あれ、一番左端の花人にはいかんかったね。あれはランダムなの？かまいたちは。私全員に漏れなく攻撃をしよるんやと思いよった。違うのか。パニッシュメントを起こしてくれ。避けて。自分の番が終わったからって油断をしてはいけない。ゆうかさん優しいよ。いたたらフォーク、やっつけたかと思ったのに。自分の身だけを守る感じよね。あの罠っていつも思うけど、余裕だね。いけ、甘いさせ焼きかーい。いたずらフォークかと思った。超回復料理、頑張って。ジャイアン頑張って料理を作りまくってください。いけ、まだか。結構、あ、でも片方ちょっと口が開いとるけん。多分もうすぐいけるはず。よし、た。あと一匹。やっぱなんかあれやね。こう、倒れる間際ぐらいになると、ちょっと表情が変わってくるよね。ほら、口が開きっぱになってない。変わってなかったやん。どういうこと？私が今ちょっと、ねえ、あ、今まで発見してなかった発見をしたって思ったのに。お、ミラさんレベルアップ。ボーナス経験値、これはゆうかさんに。汗だくだ。もうすぐ宿屋に着くからね。着いたらゆったりとお風呂に入るといいよ。もう一箱あるんや。特上マミージャーキー、喜びます、みんなが。食べ物大事。復活早かったね。もう大丈夫なのかい、体は。はい、それじゃあみんなに料理を。あれ、もっと料理あったと思ったんやけど、なかったのか。あ、2人、あー、ダメだった。ゆうかさんがダメだった。なるほど。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。バラのステッキをください。バラのステッキ誰？ステッキ誰だ？キャンディーさんか、多分。あー、しかしこれはMP アメになりそう。ほら、なんでそんな狭いとこ行く？反対側行けよ、反対側。なんてこったい。じゃあ逆回りやったら行けとったね。じゃ、お小遣い。今度こそちゃんと買ってくるんだよ、さっちゃん。リポーターマイク。リポーターマイクよ。よし、オッケー。オッケー、オッケー。これで攻撃力アップ。結構攻撃力低かったんやね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか今回の不思議の国さ、ワープとかいろいろ多すぎて、ビックリマークのところにたどり着くの結構遅くなる気がするね。迷いそう。